こんにちは。全経営コーナーです。皆さんこんばんは。2021年7月28日です。早いっすね。早いっすねっていうのは、前回から今回が、つまり一月経つのが早いですねということですけども、こんばんはです。しくしくと。ね。で、前回、年末年始が、前回の技術書店10だったんですけども、その時も面白そうな本って言って、こういうもの。写真を点描画風に変換するツールを作るっていうのが、あって面白そうだなと思ったのと、ジュピターを使ってたかな。そういうんで、買いました。買ったけども、なんか忙しくて、きちんと自分で手を動かすところまで行ってないっていうのも同じなんで、申し訳ないですけども。ね、この表紙に上がってるような絵がパッと描けるんだったら、ね、自分たちの本にも使えるなと思ったりもしたんですけども、面白そうな話だなと。はい。で、さっき出てきた鳥の巣さんの、これ無料本ですけどもね、手編みと手織りと AI 手芸っていうね、AI 絡みの本で面白そうですよっていう話ですね。で、これ、うちわですけども、買わせて、僕のアカウントになってるんで、僕の方も買わせていただきましたということで、中野さんですね、今日もしかしたら後半、ちょこっと登場していただけるかもしれないっていう話ですけども、で、まあ、この辺のね、この本書いたんですけどね、技術書店10に、その辺の苦労話とか聞けたら面白いなと思ってます。技術書を自作 PDF リーダーで読むっていうのは、こう、マーキング、カラーリングしながら、読書したらいいでしょうっていうようなツールを、作る本かな。これも、僕ね、結局ね、大体、積んどく派なんですね。後ろに本がたくさんありますけども。買うという、安心しちゃうっていうのはあるんですけどね。これも、ちょこちょこ見ていきたいなと思ってます。で、技術書店10の記法も、お布施、この時にしましたね。で、初回、僕たちが最初に参加した Q っていうのは、去年の、9月、8月末から9月だったかな。のイベントでしたけども、その時にも、僕、初めて技術書、技術同人イベントっていうのはそもそも初体験だったんで、どんな本あるのかなっていうのは全然わかんなかったんですけど、結構面白そうな本っていうんで、いろいろピックアップしましたね。不動小数点の話とかは、僕自身の、技術書店の10で発表した本とかにリファーしましたね。直接関係ないですけども、関連するネタだよって言って、ね、同人誌と同人誌の間の参照関係みたいなのね、公式な ISBN とかついてるものとか、学術論文とかは、DOI とかついてて、きちんとリファレンス、でも今アーカイブとかもリファレンスに載っけるから、その辺柔軟になってるんでしょうけども、ね、技術、じゃあ同人誌を同人誌が相互参照して、よりネットワークですね、深い関係みたいなのは、書籍ですからね。当然、本と本が通信し合う、コミュニケーションし合うみたいなのは、普通にやられることなので、そういうふうな、ものあってもいいんだろうと。みんな独自にね、やってるのが同人だっていうのもありだろうけども、っていう、深い考えは特にないですけど、関連する本があるなって言って、僕の同人誌に、この辺、この二つですね。不動小数点の話と、計算尺。計算尺って僕、好きなんですよ。大体が、ノスタルジー、解雇趣味的なところはちょっとあるんで、ね、機械式、メカニカルウォッチが好きだったりとかですね。で、計算尺も、好きだっていう話を僕自身の本に書いて、これも同時に買ってリファーしたりしましたね。興味ある方は、奥深いですよ。電子計算機が出てくる以前の人類の計算、重要な計算ツールですからね。非常に面白いし、今ね、指数的に、爆発してるっていうような話があります。が、指数っていうのは対数の逆関数なんですね。で、計算尺っていうのは基本的に、何を駆使してるかっていうと、対数メモリにおける、線形補完みたいなのを
が掛け算が足し算になるっていうのは皆さん、高校とか、中学高校か、指数関数、対数関数で、学んだと思いますが、それが背後にあるんですね。なので、指数的爆発っていうのを今我々が身近に体験している状況において、ね、対数、計算弱でこうメモリをスライドするのは結構、いや、何も、単なる妄想だけで僕喋ってるんで、適当ですけども、面白い話です。